おはようございます。3月19日復帰の裏355日目62歳セカンドチャレンジ149日目、150日目になりました。復帰の裏も355日目ということで、あと10日ですね。なんとか、今月中には、1年365日チャレンジ、まあ最初は1年間続けるとかというような目標はなかったんですけど、まああれこれ、月日が経つのは早いもので、あと10日あと10回ですね、まあやり遂げれば、1年間、休まず続けられたということに、なります。まあ感想云々はまあとりあえず365日間やり遂げてからということに、します。まあ花粉症の私としては、この時期はちょっと、まあきつくて、今朝も復帰の裏やってる最中にまあ鼻が詰まって、呼吸が苦しいような、まあ苦しいようなというか苦しい状況になったりしながらも、やったわけなんですけど、まだまだ、花粉の方は、飛び続け影響があると思うので、なんとか、心を折らずに、まあちょっと、この時期ですね、乗り切りたいなとは思います。まあダイエットの方ですね、まあ体重の方を含めてなんですけど、まあこのところちょっと、まあ自分に甘いというか、中だるみなのか、まあちょっともう、自制してた頃の、まあ勢いとかがなくなってるのか、まあついつい、まあ何を食べてるというとやっぱ甘いものに手を伸ばすことが多くなってきて、ちょっと体重の方も、増えつつ増える傾向というか、まあ、一番、落ちた時で66キロ後半だっていうことがあったんですけど、まあそれを境に、まああまり、減ってしまうのも、ちょっと、まあ体が華奢になるというか、まあ筋肉とかも、取れてきてしまうのでということから、もう少し、食べちゃってもいいのかなという考え、まあこじつけなんでしょうかね。で、まあ、ついつい、甘いものを食べ出して、まあそれが、慣れてくるとやっぱり一つでは満足できなくなって、二つでは満足できなくなって三つというように、増えてきてしまって、それに伴い、まあ体重も、ちょっと増える傾向というか、まあそのなんですかね、一番、まあ、自分の中で、ダイエット始めてから、落ちた、66キロ台からすれば、3キロまあまではいかないのかな、まあその程度ですかね、
体重が、ちょっと増えるつつあるので、まあなんとか、ちょっと気持ちを、まあ、切り替えてというか、引き締め直して、まあ途中でダイエットの途中で、まあ、68キロくらいだといいのかなという、まあその辺にまた、ちょっと持っていこうとは思っています。まあただどうなんですかね、やっぱりついついその甘いものを食べる時間帯になってしまうと、心が気持ちが、やっぱり食べたいという方向に行ってしまうようにはなってるのかな。まあちょっとなんとか、まああまりね、体重がこう増加してきてしまうと、もうやめようかなとか、ああもういいんじゃないかなとか、そっちの方に、投げやりというか、こう方向転換することも、まあ私の場合は、あるので、ちょっと一旦、また体重減の方に、気持ちを持っていきたいなとは思っていますけど、まあちょっと分かりません。また、明日から、まあ、直近の目標の、まあ、1年間ですね、あと10日続けていきますので、またよろしくお願いします。